高くて美味しいのは当たり前、安くて美味しいから値打ちある、安いは正義だ。はい、今日のお店はこちら、蒸し餃子のお店です。水餃子のお店はいっぱいあるんですが、蒸し餃子って珍しいんですよね。実はそしてここの蒸し餃子がまるで小籠包かと思うほど肉汁が弾け飛ぶくらい入ってて、めちゃくちゃうまいんですよね。ほら、まるで小籠包みたいでしょ。めちゃくちゃうまい。これで10個入りでたったの90元です。激安ですね。はい、食べてきました。めちゃくちゃ久しぶりに行きましたけど、相変わらず美味しかったですね。卵スープもめちゃくちゃ美味しいので、蒸し餃子とセットで卵スープもおすすめします。台湾の好きなところはね、なんか昔の日本みたいで懐かしい気持ちになることが多いんですよね。子供の頃の日本みたいなんですよ。屋台もあるし、夜市もあるし、人々は温かくて優しいし、それが台湾の魅力ですよね。このチャンネルでは100元以内で食べれる安くて美味しい台湾グルメを紹介しています。ぜひチャンネル登録と高評価、いいねボタンよろしくお願いします。皆さんが知ってる台湾の安くて美味しい100元以内のおすすめグルメがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければすごく嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。我愛台湾、ゾロでした。